もう仮想通貨のルナ、バイビットのやつ、もう完全にもう終わりました。からくりに分かってなかったです、僕。バイビットだけ他社の取引所より100倍ぐらい高く設定されてたんですよ。いや、バイビットで買った人間めっちゃ損じゃないですか。で、まだその時は取引所間の入金とかそれができてなかった。今日午前中に午前中か昼お昼ぐらいだったかな、開通した途端にもう100分の1暴落しました。なんでこんな暴落すんやろうと思って、たら入金が始まって、その時にピンと気づいたんですね。バイナンスはまだ出金できてなかったみたいですけども、他のとこで他の取引所、世界各国にありますよね。それで安いとこで買ってバイビットで売ったら丸儲けじゃないですか、100倍近くあるのに。まあ、アビトラージいう手法なんですけども、うわーと思いましたね。いや、それやったらバイビットも同じようになんで設定しなかったんやみたいな感じで僕チャットで言ったんですよ。市場の価格変動にはご了承くださいみたいなこと言うてね。もう何を言っても無駄です、もう。チャットもね、100人近く混んでてね、まあ、それが、で、文句言ったんですよね。僕もアホやから、今日もまた200ドルぐらい買って、まあ、昨日からでもう、まあ、もう高値で買った分はもう仕方ないですか、もう500ドルぐらい。もう終わりです、もう。12万7000倍ぐらいあるんですけども、今の価格からしてはもう20ドルぐらいにしかならんです、こんな。まあ、言うたらもう柴犬みたいなもんですよ、ほんまに。0.00016ドルなんでね、もうダメですもん。いや、昨日一瞬0.06ドル上がった時に全部売ってたらね、10万円分1000ドルかな、1000ドルになってたんですけども、まあ、そこで利確できなかった自分がね、悔やまれます、ほんまに。もうはっきり言うとバイビットにもう不信感しかないです。もうかなりきつく怒ったんですけどもね。まあ、ああいうこと言うたらもうアカウント停止されられるかもわかんないですけども、なんかもう投資する、なんかもうアホらしくなりましたね、ほんまに。連動してるもう UST ももう全部売りましたね、もう。一瞬買ったんですけども、もう売りました。もうそっちの価格の方がどうなってるのかわかんないんですけども、もうなんかね、置いとくんがね、なんかもう怖いんでね。なんかもう、ちょっとしばらく投資離れようかな、もう。なんかもう今日のめっちゃ腹立ちましたね、本当に。もうこんな無理ですよ、もう。もうゴミですよ、本当に。90万ぐらい、もうドブに捨てました、本当に。やっぱあれですよね、ほんまに。恐ろしいです、本当に。もう、なんかパチンコ行こう思ってたんですけども、なんか、まあ、後で行くんですけどもね。なんかもう、疲れました。それでは。